ってもらえる。こちらお願いします。調教師っていうのは点じゃなくてずっと線で関わらなければいけない仕事だし、競走馬にとっていい選択ができるチームを作っていきたいなと思ってますし、いよいよ3月からは調教師という立場にね変わるわけなんですけれども、ちなみに福永さんはいつその調教師を志したんですか？志したというか、その自分のその騎手を終えた後の、キャリアの選択肢の一つとしては随分前から持ってました。それはもう10年ぐらい前から、いずれはっていう思いでもいましたし、例えば怪我をして騎手を続けられなくなって次の道を考えなければいけなくなる可能性ってあるじゃないですか。そうなった時にやっぱ調教師っていうのも一つの選択肢になるんだと思うんですけど、調教師というお仕事をご覧になってて どういうふうに捉えてらっしゃったんですか？調教師っていうのはこう馬主の代理人ですから、馬主から馬を預かってトレーニングして競馬に使えるようにしてっていう仕事で、ジョッキーだと何ていうんですかね、自分が乗れなくなった場合に関与できなくなるんですよ。だそれがすごくその過程が好きで参加するんですけど、いや次ジョッキー変えますって言われると途端にそのチームから外されるっていう、外れなきゃいけないっていうのがすごく自分にとってはすごくストレスになるとこはあったんですけど、調教師ってその転厩したりっていうのはありますけど、基本的にはやっぱりその馬にずっと関わる、点じゃなくてずっと線で関わらなければいけない仕事だし、ジョッキーってやっぱ点で関わるし、それを必要とされるんで、なんかその自分がやりたいこととできることのギャップをジョッキーに感じてたし。やっぱりどちらかというと調教師の方がそうやって自分がやりたいような馬との関わり方ができるから、いずれはなってみたいなっていうのはずっと思ってましたし、とはいえ騎手としてすごく有力馬の素質ある馬の依頼を継続してもらえてたんで、調教師になってもそういう素質ある馬に関われる保証もないし、っていうところで。ずっと考えてはいましたけど、調教師の仕事はやっぱ楽しそうだなと思ってずっと見てました。そして今回その1回で調教師試験合格されたわけですけど、よしもう調教師になるって最終的に決断された、その試験受けるって決められたタイミングっていうのはどこだったんですか？それは、昨年の1月半ばぐらいだったと思うんですけど。本格的に勉強してその試験に取り組むっていうのは、自分の中で騎手を続けたいっていう気持ちと調教師になりたいっていう気持ちが両方ある中で、やっぱりその調教師への思いが騎手への思いよりも上回った時点でその準備を始めようと思ってたんですね。それはもうずっと決めてたんですけど、いつそうなるかは分かんなかったんですけど、昨年の1月ですね、そういう思いに至ったんで。準備しようということで勉強を始めましたね。ただその勉強自身は本当サポートしてくださってる方のおかげもあってすごく楽しくできましたし、そうですか。一度もその試験勉強が苦痛だと思ったことはないですね。当然その興味があることを勉強してたんで、それはもちろん家族のサポートがないとね、勉強いつもだったら子供と遊んでる時間をちょっと勉強に当てたりとか、一人になれる時間をもらったりとかもありましたし、スタバと高校生と一緒に机並べて勉強してましたよスタバで、意外にはかどりましたご家族はどういう反応でした？喜んでくれました。まあ、母親にしてもそうです、妻にしてもそうですけど、やっぱりこう危険な仕事ですから、そこの不安がねなくなるっていうのはすごくほっとしてるっていうのは2人とも言ってましたけども、まあ、妻に関してはとはいえもうなんかそのダービー乗る姿を見ることができないのかって思うとちょっとなんか、複雑な気持ちでいるって言ってました。嬉しい気持ちと寂しい、でもやっぱり嬉しい、その安心してできるっていう嬉しさの方がやっぱり勝つとは言ってましたけどね。よく多くの方開業される前に、まあ、例えば昨年引退された藤沢元調教師の下で修行をっていうようなことも多くの方がされますけど、福永さん、はい、どこかの厩舎でっていうのは所属はしない予定です。いろんな厩舎に行けれたらなっていうまあ僕の場合そのジョッキー時代にまあ、リーディング上位の厩舎に乗ることが多かったんで、幸いそういうつながりっていうのも持たせてもらってるんで、まあちょっと餌何やというか見せてみたいな感じでふらっと行かしてもらってますね、今からでそこでいろいろ見せてもらって、はい、この餌だとこうなるんだとか、この厩舎へこういう餌やってんだとか面白いですよ。一つとして同じ餌あげてる厩舎ないんで、で僕はやっぱそこの馬も乗ってるから、なるほどこういう餌やってこういう調教してるからこういう馬になるんだとかいう見方もできるし、もちろんねその厩舎も構えてる人からしたらなんでそんな見せなきゃいけないんだっていう話なんですけど。まあそこはうまく懐に潜り込んで営業力ですね。まあ騎手としてね関係もあったんでそれぐらいいいじゃないっていうまあ甘えさせてもらって、はい、福永さん今の時点でどんな厩舎チームにしていきたいっていうなんかこうビジョンプランみたいなものあるんですか？馬の能力っていうのは多分生まれた時点で決まっていて。まあそれをどれだけ開花させられるかっていうところがその後の環境要因によって変わると思うんですけども、まあ、競走馬として厩舎に入ってきて、まあ、その能力を完全にこう、発揮できるようなチームでありたいなと思うし、競走馬にとっていい選択ができるチームを作っていきたいなと思ってますし、まあ結果それがね充実した競争生活を送って、それは獲得賞金も含めてですけども、そういったもので馬主さんともいい関係が構築できる騎手を作りたいなとは思ってます。調教師として勝ちたいレースってあるんですか？ないですね。はい、その馬にとってベストなレースってそれぞれ違うと思うんで、はい。だから自分がこのレースを勝ちたいっていう思いがあって馬にそれを押し付けるってことはしないですね。はい、その馬にとって一番輝ける舞台で輝かせられる調教師でありたいなと思うし、自分のホースマンシップとしてはそうなんで、はい、まあジョッキー生活はこの2月をもって終わるわけじゃないですか。ジョッキー時代にできなかったことでこの3月以降なんかやってみたいことってあります？それはもう一つしかないです。なんですか？土日に家族と遊びに行くってことです。ああ、はい、今までできなかったんですもんねそれ。そうです。運動会見に行く素晴らしい厩舎をね、はい、1年後にまた作っていただいて、まあその前にまず2月いっぱいまで。当然です。だから僕はその具体的な準備っていうのは全くしてないです。それまでやっぱジョッキー専念して、なんかこう中途半端になるとやっぱり馬に対して申し訳ないなと思うんで、僕はやっぱりその今はもうレースのみに集中してそれだけを考えて生活してます。まあ長い間、騎手として、応援していただきましてありがとうございます。いろいろ思うところはありますけども、まあ、残された、ジョッキーとしての日々をかみしめて大切に、変わらず真摯に馬と向き合って過ごしていきたいなと思っています。まあ、最後までね競馬場に行くジョッキーとして行く機会っていうのは限られてますけども、一人でも多くの方にまたその姿を見て応援していただければと思っています。また引き続きよろしくお願いします。